ああ、もったいない。実にもったいない。今のお客様、あとプラス2点は買っていただけたよ。売りどころ完全に逃してます。これどういうことかというと、え、このお客様めっちゃ買ってくれる、いつもと変わらずアプローチしただけなのに今日の俺ってめっちゃイケてる、そういったお客様、やたら購買欲が高いお客様と接客した経験ありませんか？ありますよね。そんな購買欲が高いお客様に対して、あなたが犯してしまっている大きなミス、完全なミスがあります。それはズバリ、あなたの金銭感覚でお客様に提案してしまっていること。いくら購買欲高くてもせいぜい3点ぐらいかな。アウターがもう決まってるんだから2着目のアウターは買わないよね。もう1点買うならインナーもの1点ぐらいかな。自分だったらそうするもん。この自分だったら、この考えは商売において完全に悪、邪魔です。消えてなくなれ。あなたの基準でお客様のお財布事情、今日の予算を勝手に決めないでください。はっきり言って、私たちよりも年収が高いお客様はたくさんご来店されています。自分だったら買ってせいぜい3点までって思ってたところ、お客様としては、え、普通に5点は買おうと思ってたんだけど、すぐにレジにご誘導されちゃったから結局3点でいいかなと思っちゃった。そうお客様に思わせてしまってること、これめっちゃ多いんですよ。予算達成のために T シャツ1枚に対して必死で何十分も接客した経験あるじゃないですか。その時のこと思い出して、あんなに時間かけてたのに今目の前の購買欲の高いお客様には少しご提案プッシュをしただけですんなり T シャツ1枚買っていただけること、これもありますよね。あなたは自分の金銭感覚を基準にしてお客様に提案してませんか？あなたは辛い売り方ばかり自分が自ら進んで行ってませんか？購買欲が低いお客様に対しては積極的にご提案してるのに、購買欲が高いお客様にはそこまで積極的にご提案していない。もっともっと売れる場面なのに自分からシャッターを下ろしちゃってませんか？ということで、ここからは購買意欲の高いお客様に永久にご提案する接客方法について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。1つ目、禁止ワードがあります。他もご覧になりますか？これ禁止。お客様ありがとうございます。こちらのシャツお決まりですね。他もご覧になりますか？せっかくたくさん買おうと思っているお客様に対して接客のピリオドを少しでも感じさせるワードを言わないこと。他もご覧になりますか？そんなことを聞かなくてもお客様を他もご覧になりたいんです。逆にそれを言われちゃうと、え、もう終わりの方がいいのかな、なんか私ってずうずうしい客、購買意欲が下がる原因になります。じゃあどうすればいいのか。こちらのシャツお決まりですね。ありがとうございます。それではレジでお預かりいたしますね。こちらのシャツと組み合わせぴったりなアイテム、他にも多数ご用意しております。店内ごゆっくりお過ごしくださいませ。他もどうぞご覧になってください。何時間でもいてください。まだまだ見てほしい歓迎感をお伝えします。2つ目、1秒でも早くレジから抜け出すこと。あなたがやってしまっている決定的にもったいないポイントがレジにてホールドの時間を割いてしまっていること。これがもったいないです。ありがとうございます。レジでお預かりしておきます。あ、お客様ご試着ですか？ご案内いたしますね。うまい販売員さんはこうします。ありがとうございます。それではレジでお預かりしておきますね。ナイナイさん、ごめんなさい、ちょっと手伝ってほしいんだけど、こちらホールドお願いしていいですか？ごめんなさい、よろしくお願いします。お客様、そちらのパンツも気になりますか？そうですよね、先ほどのブルーのシャツともすごく相性いいと思いますよ。ありがとうございます。ぜひぜひご試着室ご案内いたしますね。なぜ1秒たりともレジに行っちゃいけないのか、なぜだと思いますか？そうです、お客様を放置してしまう時間が数秒でも生まれてしまうからです。まだまだ買いたいと思っているお客様に対して私たち販売員がすべきことは、引き続きウォッチングをすること、引き続き販売員からの提案をすること。ただこれをするだけで、これまでよりもより多くプラス1点プラス2点とたくさん買っていただけます。なんですけど、実際あなたは丁寧に応対しなきゃ自分が担当
当なんだからしっかり全部一人でやらなきゃ、そう思っちゃってませんか？アパレル販売は結局チームプレイ、助け合いです。自分が購買意欲の高いお客様をついたのであったら他の方を頼るべきです。フォローお願い、助けて、こちらホールドお願いします、これをヘルプしてもらうのは全然 OK です。そして自分一人しか店頭にいなかったり、他の販売員さんもサポートお願いできないような状況であれば、お決まりの商品をホールドキープするときはそこまで綺麗にせずに、大畳1回2回折る程度の簡易的な畳ですぐに店頭に戻ること。あなたが思っている以上にお客様はあなたのことを求めています。レジでもたもたしてる時間がなければないほど1日の売り上げが全然変わってきます。3つ目、最後の最後でもう1回プラス1点のおすすめを、ラストアプローチです。いいですか？購買欲の高いお客様は今日1点買うか買わないかを悩まれるお客様よりも許容範囲が広いです。販売の差し加減でもうこれ以上買っていただけないと決めつけずに、お客様の方からお腹いっぱいって言われるまで提案をし続けましょう。最後の最後まで。お客様、本日はたくさんありがとうございます。こちらのシャツにパンツにセーターにアウターに、以上でよろしいですか？かしこまりました。ちなみにお客様、こちらのソックスっていかがですか？靴下何本あってもいいと思うんですよね。ありがとうございます。たくさん見ていただいて、レジご案内いたしますね。愛嬌が大事。振られる覚悟で最後までご提案。自分の金銭感覚で今日は何点かを決めないこと。あくまでもお客様の金銭感覚でお客様の方からジャッジいただくこと。毎日毎回平常運転じゃなくて、ここぞっとばかりにスイッチバチッと勢い入れて接客ができる販売員さん、そしてそのお店っていうのは結果売り上げが必ずついてきます。また次回の動画でお会いしましょう。沼チャンネルの沼でした。ありがとうございます。